い、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。こんにちは、さとひろです。はい、月一恒例のキキナチュラです。他の YouTuber さんを誘ったんだけど、なんか暇な人がいなくて、暇な人はこの人しかいなかったんで。友達いないんだよ、友達いないの。いるよ、いる。この人が暇だったからこの人に来てもらいました。で、今日はキキプリンをやりたいと思います。本当はキキショートケーキとかさ、クリスマスだからケーキでやりたかったんだけど、ちょっとお金がないから、なんかなプリンでやらせていただきたいと思います。で、用意したのはとこちら。じゃあ、森永のプリン、イエーイ。3個で1個だった。はい、次プッチンプリンです。やっぱプッチンプリン美味しいからね。次、濃いリッチプリン。いや、これが食べたい。あの、キキとかやんなくていいから、俺これだけ食べたい。ちょっと高かったのこれ。はい、次明治の口どけプレミアム、口どけプレミアムでございます。これもね、高かった。こいつら何を受けてんの。じゃあ早速テイスティングタイムしていきたいと思います。食べたい、もうこれ普通に食べたいよ。これ落としちゃったんだよね。なんだよ。じゃあもうぐちゃぐちゃじゃんこれ。中身ぐちゃぐちゃ。あ、ぐちゃぐちゃじゃない。ぐちゃぐちゃじゃないよ。あ、ぐちゃぐちゃだ。はい、じゃあ最初森永のプリン食べたいと思います。ちょっと硬いですね。で、硬くてめっちゃカラメルっぽい。こっち、じゃあプッチンプリン。待って、スプーン臭いんだけど。あ、これはちょっとプッチンプリンはちょっと爽やか系かな。こっちに比べたらこっちの方が卵感がある。口どけプレミアムを。じゃあ俺食べないか。あ、分かった、俺食べないでやるわ。伝えて、味の感想だけで。やばー、めっちゃ口どけプレミアム。めっちゃうまい。めっちゃ美味しい。これ美味しそうだもん、見た目からして。え、これは絶対プリン分かるわ。最後、濃いリッチプリンです。やばいな、うまい。濃いって言わないのかよ。濃い。こっちとこっちクソ似てる。じゃあ、目隠しして。恒例のセカオワタオル。こいつが言った味の感想だけで当てるから。じゃあまずね、これからいきまーす。まずなんといってもこれだよね。でいきまーす。わかった。え、最後に答え言う、はい、最後に答え言いましょう。OK、じゃあ1個目が今のね。最後にバババババって言ってもらうから。じゃあ次が。もうゆいさん、わかったわ。ほんと、簡単。何回キキやってると思うんだよ。これです。これいきます。すごい、青空ですね。お、了解。もうさすがプリンマスターだね。1日に4個プリン食べてるだけあるわ。プリンマスターですからね。これいきます。これ。次これね。何なの、何の笑み。はい、もう答え言っていい。最後の1個食べなくても分かる。一応最後に食べよう。なあ、変なやつ食べちゃって。最後ね、変なやつ食べちゃって。最後トロリーいい匂いする。はい、何ポテチ。もう分かったでしょう。じゃあ1個目のやつは何でしょう。プッチンプリン。なるほど。2個目が濃いリッチプリン。で、3個目が口どけ、うん、で、4個目は食べなかったけど森永のプリンです。果たして正解は。長い全部正解です。もう絶対分かってた。本当、味はね、全てね、コンプリートした。そのプリン食べたでしょ、絶対前に。食べてない。じゃあいいよ。じゃあそのいかに日向ゆいの味の伝え方がうまいかっていうのがこれから証明されるから。はい、じゃあまず最初食べてないさとひろくんのあれにあれしたいと思います。じゃあまず最初こちらからいきたいと思います。はい、あー、オッケーオッケーオッケー。これは簡単でしょ。こんなのすぐわかるよ。はい、じゃあ次これ食べてもらいます。わかったこっち食べてもらいます。汚いよ。わかった。最後にこちら食べてもらいます。おいしい。はい、来ました。言ってください。1番目森永、2番目プッチンプリン、3番目濃い、4番目とろける。濃い順番。3問正解です。こっちとこっち逆でしたね、彼は。え、でも俺こ似てるな。これ似てるでしょ。これ似てる。でもこっちの方が味が濃い。皆さんもやってみてね。バイバーイ。急なオチ。こっちの方がいい。こっちあげる。え、こっち食べたことあるから。おいしい。